とね、今ね、コンボが結構こんな感じじゃないですか。これで締めてるみたいな。ああ、そうっすね、そうっすね。いや、まあ、結構個人差あると思うんですけど、割ともう、ここら辺だったら、もう、これがやっぱりかなり。あ、そっちがいいっすか？俺今、こっちにしちゃってんすけど。中足からだったら、ちょっとこれね、ややこしいんですけど、まあ、ややこしいんで、できたらぐらいで覚えててほしいんですけど、中足指導はもう、こっから、これが一応一番減ります。まあ数十の差だけど、そうっす、そうっす。まなんかあれなんあんますり気にしなくても。よ、当たった時やっぱこうしゃがないで締めれると卓が多いというか、考えなくていい。大達でもいいし、弱大達で借もいい家でし。もいいし、弱達でもいいし、で、確かこのに。考えなくていい感が結構好きっすね、これ。それはでもそうっすね。その考え方でも確かにそうっすね。じゃあその考えなくていいで行くんであれば、まあその考えずに基本その中央は大達でもう運ぶみたいな感じでいいんですけど、マジで結構悩むと思うんですよ、これ当てた後。どうしようかそなみたいれ、当てた後は、でも、あれにします、もう一度上。基本どれにしてます？基本はこれにします。いいっすね、いいっすね、いいっすね。で、基本これでいいんですけど、まあ、SA 使いたいときあるじゃないですか。そういうときにやってほしいんですけど、あれでも全部つながるっすよね、今の。今の全部つながるんですけど、なんやろ、もう一個 OD ゲージ使って伸ばしたらリーサルみたいな結構あるんですよ。合気戦。5合期気戦戦っってていうかか、合気もう、でやるとき。なんで、そういう時にもう、覚えてほしいんですけど、もう基本、このアッパー統一で大丈夫です、基本。とりあえずアッパー。こっちは使わないと。もうそっち、忘れちゃっていいっす。多分そっちの方が最適解の時あるんですけど、もうごちゃるんで、もう全部アッパー。で、それでいくと、何がいいかっとりていうあえずアッと、パー通りまず SA1 締めだったらこれがかなり減りま最大です。すか？4000、へえ。だいぶ最大のはず。まあ突き詰めたら怪しいんですけど、もうアッパー統一できるんでこれがおすすめです。で、あれ？アッパーからつながるんすね。そうなんですよ。で、これとこれってアッパーの方が100高いんですよ、実は。なのでもう基本アッパー締め。で、SA1 をもう一個伸ばすなら、こおお、でもあんま伸びないんすね。う。そうそうそう。なんで、まあ、基本は1個伸ばすぐらいでいいです。こっから、OD ザンクいって伸ばす、基本は。オディザン意外と忙しくないですか、入力。ちょっとめんどくさいっすね。まあ、慣れか。まあ、慣れたら。で、2も同じルートなんですよ。これで。それでいいんすか？そうなんですよ。バカ減りっす。うえ2ももう、このシャガ台、オーディザンクっていうルート。で、これも、ここまで一緒っす。じゃあその基本の型を覚えれば、一旦伸ばしは。これ伸びるなぁ。SA2 ってやっぱ壁に跳ね返さなきゃいけないのかなって思ってたんですけども、OD 借家で使っちゃっていいんですね、もう型使のっちゃ返しってくだは。さい、全然。もうリーサルっぽいなとか、投げで倒しきれそうやなと思ったら、もう全部それで。あ、こっちが。こちれなみに S4 の。こうってつながった時何にします？端っすこれがつか？ながったら。一旦これにして全部注射器で締めてるんですけど、俺。俺全部大達にしちゃってますね。大達って当たるんですか、しゃがみで食らった時も。大達は立ちしゃがみ関係なくて、近いと当たるんですよ。そうなんだ。そうそうそう。だからもうこれじゃもあもうね、全考部えこずれに。で締めりゃいいんですね。大達を当てるおじさんが豪気。そうです、そうです、そうです。なるほどなるほど。で、ちょっと待ってください。まだ続きあるんですよ、コンボに。まだコンボに続きありまして、SA3 来ると。そっかそっかそっか、それそうっがね、す。まだ。まあ、
福澤さん今やってるのがこういってこういってこうじゃないですか。それもね言ってないです普段は。あでもさっきやってませんでしょ。最近練習してるんですよ。ちょっとずらさないといけないじゃないですか昇竜のタイミング。もっと簡単な方やってました。最速でいいっすよ全然これ。え最速？最速です、最速です。最速だとこれになるっすよ、あの昇竜が抜けて。いやいやいけますいけます、ゆっくり。いやいやいけないです、いけないです。え最速っすか。おいおいおい、ちょっと待って待って、最速いけるからいける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 。はい。ちょっと待って、ちょっと、ちょ、はい。はいはいはい、静かに静かに静かに。静かには？は？なんかしました？してないしてない。だカーノさんそういうのあるからな。いやなんかと昇竜 CA もどうやって出してるんすかって言ったら、え普通に昇竜出してから CA 入力してますとか言って、いざキーディスなんか直撮りの写メ送ってくれて見たら、あれこれ CA じゃなくてリサイクルしてるかもっすとか言って、自分でも気づいてない簡略化してる時あるんで、多分送らせてるっすよ。いやいやいや、いやマジで最速でいきます。いや本当に最速じゃない。いけるいけるいける、絶対いける。あなたの感覚言語ができてない。いけるいけるいける、最速は無理っすよ最速だと。じゃあ一回待って、 CA なしで弱小流だけやりましょう。はいはいはい、ほらあれほら、いや違う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 、おかしい、何かおかしい。いやいやいや、クズさん一回落ち着いて、弱小竜だけ、弱小竜だけ、弱小竜、弱小竜、弱小竜、はいはい、そうそう、いけるじゃないですか。いや、最速かな。いや、最速っすよ。だって本当っすか。送らせないっすよ俺。でもこれやってました今までは。なるほどね、こっちで締めてました。まあそれも簡単なんでいいんすけど、はい、これ一個もう一個伸ばすだけでダメージ全然ちゃうんすよ。じゃあ例えば、はいはいはい、今クザさんがやってるやつで、はい、これで、はい、ダメージが、はい、5460じゃないですか。おいしい。はい。でただここでまたアッパーなんですよ。アッパー。はい。はい、いきますよ。5460からどんぐらい増えるか。これやばい。8200みたいな。全然違うっす、1個伸ばすだけで。え5710。おお、 300！ 何しました今これね。もう一回もう一回ですか。はい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 。あ間違えちゃった。あそれはやるっす。いやこれはねよくなくて、この100機から出すんですよこれ。は、いやいやこっちが普通に、普通にこっちが100機から出すだけでダメージ全然違うんだ。そうなんですよ、100機から出すとダメ。はえは、いやこっちが痛いですよえこれもしかしてめちゃむずいっすか。いやいや簡単っす簡単っす簡単っす簡単、全然簡単。やってみてください。は違う、はいはい、いけるいけるいけるよ、はい、いけるよ、はい、いけるよ、はい、そうそうそう。じゃあ弱小竜、惜しい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 。あーでも今のが正解です。5700。そうっす、これやばいっす。あーやばいっすね。これ結構やってる人いないんですけど、めっちゃ減るんで。えこれでもさっきの成功率そう、やめた方がいい。いやいやいや、じゃあ、いやまじ、じゃあちゃんとやっていい。じゃあ2回連続成功させてください。じゃあいいっすいいっす、まじ真剣にやりますね本当に。えマジマジお願いします、ね、ネタ抜きで、ネタ抜きでほんまにいきますね。今のは違うっすよ。カノさんは簡単なのにしましょう、こっちの。こっちにしましょう。カノさんこっちの方がいい。俺は簡単だね。クザさんはどれやるんですか。俺はあれやりますよ。俺がやるのはここですね。クザさん、簡単なやつ、簡単なやつにしましょう。簡単なやつに。こんな感じ、こんな感じのやつにしよう。こんな感じの。
ああこれが多分いけるわ。終わってるこのコーチ。ああ久沢さんでもこれでいけると思いますわ。これにしましょう。低すぎだ。うわむずいっすよでも。いやいやマジで。まではいけてるっすね。はい。コースコースコース。おなんか昇竜変っすね。まあちょっかなり。なんやろ、まあまあちょっとフレームシビアなんかな。まあでも普通に安定しますよ、マジで。マジで安定すると。マジですか。はいはいはい。今日はスクリーム頑張ってくださいね。はい、あーい頑張ります。じゃあちょっとなんか知り合いにコーチングできそうな合気使いの人いたら教えてください。いやちょっと待って、明日までに練習してくれて。絶対もうおらんわ。おかしいおかしい。俺が練習するんすよ。さん頼みますよ。でも知らなかったっす今のコンボマジで。いやマジで減るんで、ちょっとね空き時間に練習してみてください、はい、了解です。今日はどうします、スクリームは一旦見ないですか。じゃあ一旦あの配信見ときます。配信は見ときます。配信を見たの何、はい、シンジさんのアンチとかっすか本当。いやちゃうちゃうちゃう、あのドグラさんのアンチなんで。ああ問題でしょ。そっちの方がよっぽど。ありがとうございました今日は。はい、というわけでまた明日もやると思います。はい、はい、お願いします。はい、頑張ってください。はーい。